自由民主同盟は、ハンガリーのリベラル、中道左派政党。自由主義インターナショナル加盟。略称は SZDSZ。1990年の国会選挙で第二党となり、1994年、2002年、2006年の選挙後、ハンガリー社会党との連立政権に参加している。リベラリズム政党として知られているが、自ら中道左派政党と規定しており、 ドイツの自由民主党などとは異なって、左派、社会自由主義的傾向を持つ。共産主義時代の民主的反体制派が、1988年5月に自由イニシアティブネットワークを結成し、同組織から1988年11月に発展的に結成された。1956年ハンガリードーランでの放棄関係者、1956年以前の 共産主義冤罪裁判犠牲者の子、反体制地下出版物印刷者、反体制作家、共産主義に批判的な社会学者、進歩的経済学者などが中心に結成。国民派、農民派と言われた、作家、詩人、歴史学者などの知識人が参加した、ハンガリー民主フォーラムに対して、都市派知識人が結集した。幹部には、ユダヤ系人が多いと言われている。 体制転換期は強力な反共主義で知られ、1989年秋以降、知名度を上げ、同じく反共主義の青年民主同盟と協力。1990年の総選挙では国会内第2党、最大野党となった。選挙で勝利した民主フォーラムが安定的な国会運営を進めるため、3分の2以上の議員の賛成を必要とする重要法案の 数を削減しようとして、自由民主同盟と協定を結び、これに賛成する見返りとして、自由民主同盟の幹部、グンツアー・アル・パードが、体制転換後の初代大統領に選ばれた。1991年から1992年に、かけ、地方党員に支持された保守リベラリズム勢力と、決闘以来のブダペスト知識人による、審査抑主義勢力との対立が生じたが、 最終的に後者が勝利し、以後、民主フォーラム政権との対立姿勢を一層鮮明させ、1992年秋の民主憲章運動が契機となって、社会党に接近していった。1994年の国会選挙でも、再び青年民主同盟との選挙協力を組み、政権奪回を狙ったが、社会党の対象を許し、議席を減らした。しかし、 過半数の議席を得た社会党が自由民主同盟への連立参加を呼びかけ、自由民主同盟は過去の反共主義に決別して連立に参加した。その後、1998年や2002年の国会選挙でも社会党と選挙協力を行ったが、反共主義からの転換に幻滅した支持者が去り、大幅に議席を減らした。しかし2002年には、 社会党が僅差で勝利したため、再び社会党との連立政権に参加した。2004年には内閣改造をめぐる対立が原因となり、当時のメッチェ氏首相に不信任を表明し、社会党がジュルチャーニ・フェレンツを新たな首相に任命させることにつながった。2006年総選挙でも社会党と選挙協力を行い、ジュルチャーニ連立政権に参加した。2008年、 保険制度をめぐる対立から、社会党との連立政権を離脱。高下党首の党首選出において一部大議員による虚偽の選挙行動があったことが明るみに出て、党首の再選挙を実施し、ホドルガーボル議員が新たな党首に選ばれた。しかし、支持率は低下し続け、2009年の欧州。 議会議員選挙では2%ほどの支持に止まり、議席確保に最低限必要ないわゆる5%条項を上回ることができなかったため、選挙前議席をすべて失う結果となり、どる党首以下、党幹部が辞任を表明する事態となった。選挙後の7月に行われた党大会で、レトケシュアティッラが新党首に選出されたが、党設立時からのメンバーが、 大距離党するなど混乱が続いた。2010年の総選挙では、かつてのライバル政党である民主フォーラムと選挙協力を組んだが、選挙協力に反発した民主フォーラム幹部が相次いで離党するなど、混乱5%上項を上回ることができず、全議席を失った。自由民主同盟の幹部の一人、デムスキガーボルは、1990年以来5回連続で、 ブダペスト市長選挙で勝利している。ブダペスト市企業幹部、経済学者、メディア、文化関係者からの支持が強かった。体制転換期にはハンガリー民主フォーラムと支持を2分した都市8式人の政党であったが、1994年の社会党との連立以降は、社会党と同じように左翼政党としての性格を持つとともに、社会党も 外資導入、民営化を積極的に進めるネオリベラリズム政策を取っているため、社会党の補完政党的性格が強くなっていた。このため、最近では、同性愛者の結婚容認など、権利保護、妊娠中絶や安楽死の容認、軽度な麻薬の購入者を処罰対象から除外するなど、リベラル政党としての主張を行ってきている。ありがとうございます。